なんだプライベートだぞということで、やってきました。スカフコントローラーでね、ビークロイ目指していきたいと思います。よろしくお願いします。この動画は、ご覧のユーザーの皆様が応援しています。そう、裏でね、操作すればいいっていうのがすごい楽。わざわざ罰まで持っていかなくてもね、いいっていうね。で、もし四角とかいろんなボタンが欲しい方はね、設定で、裏ボタンに、4つボタンがあるんで、丸、×、四角、三角を振ることができてしまうというね。画期的なアイテムですけど、まあ、私あんまりなんて言うんだろう、バツと、まあ、編集ぐらいでいいのかなっていう感じがします。とりあえずね、やっぱ覚えることは大切なんで。上を取ってしまいましょう。食らってるね。上行ったか。オッケー、ダブルキル。あいだいま。まあ、このように、跳ねるっていうのがね、すごい強いんですよ。跳ねながらエイムするっていうのが。本当にフォートナイトが変わってしまうような気がして、ちょっと怖いんですよね。僕の中でね、これはね、ちょっとね、やばい。今までの僕からしたら本当にもうね、5000度ぐらい変わっちゃうぐらいね、全然違うゲームになっちゃうんで。ちょっと何言ってるのかわかんない。例えばなんかね、苦労してた L1 ジャンプとか、L3 ジャンプとか頑張って、多分習得したと思うんですけども、それがね、もう簡単にね、クリアできてしまう。ということで、まあちょっと慣れの方が必要なんですけどね。ちょっと慣れの方が必要なんですけども、はいじゃいまーす。Thank you。最強すぎるコントローラーね。やべ。上行っちゃったよ。来たか。はい、ダイマース。Thank you。やっぱちょっと慣れるのにやっぱちょっと時間かかるみたいだね。どんぐらいだろうな。これ、多分、まあ毎日やってる人だったら、多分ね、1週間ぐらいで慣れちゃうんじゃないかな。すごい、1週間ぐらいで本当に慣れると思うよ。ありがとうございます。Thank you! Oh my goodness! ありがとうございます。Oh my goodness! ありがとうございます。オーケー、いいねー。マジなんかこの本当にこのコントローラーにしたらね、マジでなんか強すぎる。なんなんだろうな。ポテンシャルが違うよね。
今のフォートナイトってなんて言うんだろうな、流れがあってさ、やっぱりやりきれたかったら流れはやっぱ来ないんだよね。うん、またスナイパー当たっちまったよってこと。やばいなマジで。本当になんかスナイパーも当たるようになっちゃったしな、俺使って。やっべっと、あぶねえマジで。なんかいるね。はい、ありがとうございます。このジャンプは正直罰ジャンプじゃできなかったことですね。今のキルはね、本当にね、こういう時だけ使うとか、そういうの本当にありだと思うんですよね。マジで強い。やばい、どうしよう、モサシング CH になっちゃったよ。 What?ダボキュー、ラスト2。ありがとうございます。これもあれですね、今のキルも罰ジャンプだとちょっとエイムしづらいかなっていうエイムなんで、いや本当に強い。どれだけ罰ジャンプがちょっと厳しいかっていうのが皆さん分かったと思うんですけども、まあいつもね、僕は罰ジャンプでやってたよっていうことで。ということで、このスカークコントローラー気になった方は概要欄で、確認お願いいたします。もしよかったら、チェックしてみてください。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら、バイバーイ。ごきげんよう。今回はクリエイターサポートのお願いです。やり方はすっごい簡単。 BOXIMGJH ボクシング JG でポチポチズキュン。